タチオのワイヤー仕掛けです。これ餌キビナゴを使うんですが、刺し方はこの顎の硬い部分に刺すやり方と、あとこの目に通して、目を一回通して、でここのエラの後ろ部分にかけるやり方と、はい、大体この2種類があります。